んにちは、さやです。私は今韓国のテグで正規留学をしています。今日は皆さんにテグの美味しいお店と観光地をご紹介したいと思います。私もテグの友人からおすすめされた、テグの観光地を皆さんに紹介したいと思いますので、ぜひ私と一緒に行ってみましょう。皆さん、こちらの大自然の中にあるこちらは、ドトンショインというところになります。ドトンショインは漢字で書くとこのように、書くんですけれども、ショインというのが朝鮮時代の学校を指すんですね。でこちらは、韓国でユネスコ世界文化遺産に登録されている書院が韓国では、このように、9カ所あるんですけれども、そのうちの一つになります。はい、はい、こちらの土塔書院では、金元碑とあとハノンダンの当時の、儒教学者を祀っています。こちらの大きい木見えますか？こちらはイチョウの木なんですけれども、長い歴史を持った木になります。だいたい500年経った木になりますね。日本では、長く経った木もあると思うんですけれども、韓国ではこのように長い歴史を持つ木はあまりないんですよ。でこちらの、木は秋になるとすごく黄色になって、観光でよく皆さん来られます。はい、こちらのイチョウの木は、国で、保護されている木になるんですけれども、こちらの指定日が1982年に指定されました。はい、でこちらの木はタルソン郡にあります。こちらとても綺麗にお花が咲いてますね。こちらのドトン書院ではこのようにお花も咲いていて、とても綺麗な場所として写真を撮る方もたくさんいらっしゃいます。そして私もこちらで見かけるんですけど、よく家族でいらっしゃったり、あとはカップルで来られたり、愛される場所として有名です。
それではこちら中に入ってみましょう。おお、とても韓国らしいですよね。こちらは田舎っぽい感じもありつつ、昔の朝鮮時代の感性もそのまま残っています。とても韓国らしいですね。こちらはこのようにフォトゾーンも設置されていて、中にはこのように本だったり、あとは絵とかも飾られていますね。あとは文字とかもこのようにずらっと書かれてます。ぜひこちらで写真も撮ってみてください。書いてるのを読むと、できると信じて最善を尽くそうっていうのと、あとは他の人と比較をせずに、自分に満足をしろという文章もこちらに書かれてますね。とても素敵な言葉が飾られています。とっても天気がいいんですけれども、今セミの音とかも聞こえてとても涼しいですね。癒されます。わあ、こういうものもありますね。なんだろう不思議です。はい。いろいろ飾られてますね。中を見るとこのようにいろいろあるんですけど。あとこちらも何か、日本でもこういうのは見たことありますね。それではこちら中に入ってみましょう。
わー、こちらもとても綺麗ですね。韓国伝統の建物を見ることができます。あー、すごいですね。観光で来られてる方もたくさんいます。私も以前こちらで何度か写真を撮ったんですけど、本当に綺麗に写真撮れてとてもおすすめです。今日本当に天気が良くていいですね。こちらが、ドトン書院の、学校になるんですけれども、当時はこちらで、生徒が勉強をしていました。こちらを見ると石の模様も全部違うんですよね。さまざまな石の形があって積み上げられました。あとはこちらの建物も本当に全部一つ一つ丁寧に作られていてとても綺麗です。あそこにある建物もとても色が綺麗ですね。上がってみますね。こちらのドトン書院が、思ったよりすごく広いんですよ。なので散歩コースとしてもとても楽しめるかなと思います。とても心が落ち着きますね。こちらの門に韓国の国旗が見えますね。韓国の伝統のこういった建物はだいたい赤い色が多い気がします。花が満開に咲いています。フォトスポットですね。ここで写真を撮っても多分映えると思います。どうですか、映えてますか？
こちらの2階には憩いの場として使われてるんですけれども、立ち入り禁止なので、目で見るだけしかできないですね。このように大自然の中に書院があるのですごくリラックスできますね。私自身またこちらに行きたいと思います。おすすめの場所です。私はこちらのドトン書院に何回か来たんですけれども、本当に素敵な場所なので、ぜひ皆さん、テグに来た際は寄ってみてください。それでは次の場所へ移動してみましょう。こちらを見るとタルソン郡の、名所も書かれているので、ぜひ皆さんこの地図を見て、タルソン郡にあるこちらのスポットを訪れてみてください。あとはバス停留所もあるので、バスでも気軽に来られる場所となっております。こちらはヒョンプンクァクシシビチョンヨガクというところになります。こちらはテグ市文化財にも登録されています。こちらは先ほど紹介したドトン書院からも近いので、ぜひお時間がある際はこちらにも寄ってみてください。それでは私と一緒にこちら中に入ってみましょう。このような建物は韓国ドラマでたくさん見たんですけど、今私が韓国ドラマの世界に、来たみたいですね。こちらはいろんな色を使っていて、とてもカラフルで綺麗ですね。
タレソン群には見るものがたくさんあるので、ぜひ皆さん訪れてみてください。私が次に来たところはカフェになるんですけれども、テグはカフェで有名な都市として知られております。特に私が今日紹介したいカフェはこちらの、ハノンダンコテクというカフェになります。ハノクのカフェになるんですけれども、私はハノクのカフェが大好きなので、早速中に入ってみましょう。入り口になるんですけれども、早速注文してみましょう。わあ、店内がとても可愛いです。早速それでは、注文してみようと思うんですけど、すごいいろんな種類があって、何かおすすめあるか聞いてみようかな。
おすすめしていただいたんですけれども、特に今は夏なので、涼しい、飲料、ミスカルスムーディー一つと、あとはインサンウユスムーディー一つ、あとはチャンオミチャイエイブも一つ頼みました。あとは、食べ物はカレーとチュロスというデザートを一つ食べ、ま、あの頼みました。楽しみです。私はこちらを頼んだんですけれども、これもなんだか気になりますね。私こちら2回目なんですけれども、まだ一度も食べたことがないです。下にあるこの小包もめちゃめちゃ可愛いですね。一つ欲しいです、私も。でメニュー表は英語で書かれたものが多いんですけれども、特にこちらのカフェはハノクのカフェなので、昔の韓国の雰囲気を出すためにハングルで表記されています。こちらのメニューを見ると、あの韓国ではアイスアメリカのアイスカペラテって表記されることが多いんですけど、こちらも、特にこだわっていて、チャンアメリカのチャンカペラテとハングルに変えて作られています。行ってきます。ね、감사합니다。ね、見てください、すごい美味しそう、お餅。楽しみですね。早速行ってみましょう。わー、とてもいい香りがします。お腹が空きますね。早く食べたいです。こちらがお餅と、あとはスムージーを2つ頼んだんですけれども、こちらの、カフェ限定の飲み物になります。こちらがミスカルスムージー、こちらがインサンウユスムージーなので、高麗人参と牛乳のスムージーですね。あとこちらがエイブになります。で、こちらのミスカルというのが、私も調べてみたんですけれども、米粉と麦粉などを蒸したり炒めたりしたものを粉にして混ぜ合わせた朝鮮の伝統食品を言うみたいですね。初めてなんですけれども、早速こちらの方を飲んでみようと思います。はい、こちらがですね、お餅になるんですけれども、韓国でカレトといったもちりとしたお餅があるんですね。カレトチュロスになります。見えますか？わあ、めちゃめちゃ美味しそう。上にたくさんくるみとかナッツとか乗ってますね。いただきます。待って、皆さんめちゃめちゃ美味しい。なんだろう、シナモンの味もしますね。すごい餅がおもちもちで美味しいです。それではスムージーの方もいただいてみようと思います。こちらが先ほど説明したミスカルスムージーですね。すごいさっぱりして美味しい。なんだろう、どうやって説明したらいいかな。すごいきな粉に近いような感じですね、味が。
すごいヘルシーな味、すごいあっさりしてて夏にぴったりの飲料ですね。上にあのくるみも乗っててすごい美味しいです。じゃあ次はこちらの高麗人参と牛乳のスムージーをいただいてみようと思います。全然違いますね。こちらがすごいほんのりと甘かったんですけど、こちらは甘みがないですね。あっさりしてるんですけど高麗人参の味がしっかりします。あでも美味しい、すごく。こちらも夏にぴったりですね。でこちらが最後スムージーですね。いただきます。あスムージーじゃない、すいません、エイブ。あー美味しい、ほんのりレモンの味がして美味しいです。私的に一番美味しいのはこちらの、おすすめしたいのがこちらのミスカルスムージーですね。すごいこちらが私一番美味しいです。それではまたお持ちいただきます。こちらのお餅とこちらのスムージーの組み合わせが最高に美味しいです。本当に。また甘すぎないので夏に本当にぴったりの食べ物ですね。美味しい。こういうデザートは他のカフェに行ってもないんですけど、ここだけのメニューと言えますね。本当におすすめです。皆さんぜひこちらのカフェに来た際には召し上がってみてください。めちゃめちゃ美味しい。こちらが8カットになってるんですよ。1つが結構大きいんですよね。結構粉が落ちやすいので、あ、すみません落ちちゃった。
さん、こちらのカフェはすべて綺麗なんですけど、特にここに、フォトゾーンがあります。このようにね、フォトゾーンも用意されているので、ぜひここで写真も撮ってみてください。インスタ映え間違いなしです。とこちらにも席がありますね、今すごい夏で暑いので、このように中でお召し上がれるスペースもあります。お友達同士で来てもカップルで来てもすごく楽しめる空間になってます。